はい、どうも皆様おはこんばんにちは。鉄道チャンネル笠原信之です。ですね、この動画は後編の動画でございます。この動画では天竜橋から豊橋まで373系のワイドビュー、今ワイドビューつかねや特急イナジ2号に乗って豊橋に行く動画です。前編の動画は駒ヶ根から天竜橋まで普通列車で移動してきました。後編の動画では、豊橋まで、はい、行きます。こちら名称天竜橋なんですけども、今ちょっと気づいたんですけど、あそこに虎式を見えるんですけど、あれ飯田線の二駅先の橋なんですよね。これさ、いや、まあやんないけど、やりませんけど、ちょっとまあ、うん、やりませんけど、仮にここで乗る稲地号を取ってから走って天竜橋駅まで行けば普通に間に合うと思います。これ間に合うっしょ。これだって二駅先じゃん。うん、間に合うなこれ絶対やんないけど、うん、見てください、この綺麗な川はね、青とかじゃなくてエメラルドグリーンっていう、工場廃止じゃない、やめとこう、こういう緑、綺麗な川がこういう緑色になるんですよ。今工場廃止って言おうとしたことは忘れてください。はい、いやでも、まあ、色的に、なんでもないです。はい、今のは失言だったかなと思います。ちょっとまああと1、あと30分くらいだよな、あるんで、まあ、うん、こういうちょっと天竜橋駅のあたりをちょっとブラブラしてから、はい、ブロックの内側までお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。
田線ってすごい山中走ってるだけあって、電波が全然通じないですね。ちょっと困ったなこれ。まあ時刻表しなきゃいいのか。本当綺麗な工業配線みたいな色してますね。あ、じゃないね。まあいいや。実際そういう色に見えるのかね。通過する駅はシテグリ駅だったと思います。確かここだ、シテグリ。この駅結構アクセスするの大変、鉄道以外でアクセスするの大変らしいですね。結構すごいところ走ってますね。さあ、まもなく平岡駅に到着します。平岡駅は、駅と温泉旅館が併設されていて、まあ、いわゆるステーションホテルっていうやつですね。あ、この龍泉閣っていうのが、そうですね、温泉旅館です。
ありがとうございます。特急伊那路2号豊橋行きです。次は三作号です。すると、三新鉄道、いやこれどっちだ、三新鉄道豊、飯田線の前身、飯田線自体も使ってたのかな、の急線が見えてきます。Thank you.
ご乗車ありがとうございます。まもなく中部天竜に到着です。お出口は右側になります。お降りの際はドアからは手を離してお待ちください。列車とホームとの段差と隙間にご注意ください。中部天竜では反対列車との行き違いを行います。11時21分の発車です。この先は湯山温泉、本長市の新城、豊川、終点豊橋の分で停車です。特急の事故をご利用いただきましてありがとうございます。まもなく中部天竜に到着です。一応あの人と鉄道があの共用の橋になってるんですけど、ちょっと分かりにくいな。気づいたら愛知県に入ってました。結構先まで行っちゃったねこれ。まあいいや。Thank you.
さて、牛久保からは伏線になりました。失礼します。お待たせしました。ただいま合流してまいりましてる、線路は名古屋鉄道名古屋本線です。ここから豊橋までは名古屋鉄道名古屋本線と線路が共用となっております。Terminal in a few minutes. Passengers going to the Shinkansen Tokai
この後ね、あの373系が、浜松まで行くっていうので、この電車で先回りしたいと思います。あ、回送で、はい。とりあえずやってきました。ここはですね、豊橋の次の駅、二川駅です。ここで373系を迎え撃ちたいと思います。よし、じゃあとりあえず反対側の方も行きましょう。
通列車静岡行きです。